はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、宝酒造の、新しいやつですね。はい。極上レモンサワーの芳醇スパイスレモン。爽やかレモンにシナモン香る深みのある味わい。アルコール度数が 6% で、果汁が 5%。プリン体ゼロ、甘味料ゼロ。スパイスレモンスピリッツ使用。原材料がレモンとレモンペーストと、レモンエキスと焼酎過去国内製造と、スパイスレモンスピリッツと糖類と酸味料と香料と、香辛料抽出物となっております。繁盛店のレモンサワーを参考にした樽醸造熟成酒とレモンにこだわった一クラス上のレモンサワーです。芳醇スパイスレモンはスパイスとレモンが溶け込んだスピリッツにレモンペーストの苦味とペッパーのアクセントが楽しめる深みのある味わいです。レモンサワーで最近話題になってて今は売ってたんですけどね。コカ・コーラの、が出した、レモン、チューハイ。あれが、以前テレビで話題になってて、見たんですよ。うん。台風19号の時ね、ホテルで見たんですけど、まあ、3種類、売ってて、まあ、発売すると。で、今日も発売してたんで、まあ、買っては来なかったんですけど、まあ、今後ね、またね、買ってこようかなと。カンピなんか風味が何か風味がおかしいというか、味わったことないような風味がしますね。苦味みたいなのかな。結構苦味がわりかし強いんですけど、ただシナモンが香るかって言われると、シナモンは、そんなに香んないっていうか、わかんないですね。全然香んない気もするんですけど。まあ、シナモン自体、結構、ね、まあちょっと癖がある、感じで、まあ俺あんまり好きじゃないんですけどね。シナモンはね、そこまで。シナモンペッパーみたいな。パンにマーガリン塗って、そこにシナモンペッパーをバババって加えて食べるみたいな。あるでしょ？あれあんまり、好きじゃないんだよな。ちなみに、この極上レモンサワーシリーズの、炭酸水で割るだけの、レモンサワーの素っていうのが出てるみたいですね。まあ、これも別に。360ml で468円。アルコール度数25度。まあ、若干これ欲しいは欲しいけど。ねえ。
妙だよね、これな。多分買わないで、ね。この極上レモンサワーシリーズは、確かに最初美味しかったんですけど、あの、札幌の、ね、あれが出ちゃったんで、あっちの方が圧倒的に美味しいかなとは思うんですよね。うん。厳選したチャルチョ像熟成酒ならではのコク深いお酒感と爽やかなレモンにシナモンや八角、ペッパーのアクセントが織りなす爽やかで複雑な深みのある味わい。ああ、ドクターペッパーっぽいと思ったらそういうことか、これ。はーん。なんかドクターペッパーに確かに似てるな、と言われると。風味だけ、うん。鼻に抜ける感じだけ。うん。あ、似てるわ。ドクペさん。うん。で、レモンへのこだわりが、皮ごとのレモンペースト。うんうん。爽やかでほろ苦い。確かに若干苦めの感じ。うん。でね。ね。その、コカ・コーラね。コカ・コーラのやつが、初めて、まあ、お酒を出すということで。なぜ出す気になったのかというものなんですが、近年、レモンサワーというのが、まあ、ブームになっていると。コカ・コーラ。まあ、そういうことらしいです。全体的に、その、レモンサワーっていうのが、かなり需要が高まっているという話は聞きまして、うん。まあ、やっぱり安定した美味しさありますからね、レモンサワーってね。うん。俺もレモンサワーは大好きなんですけども。うん。うん。レモンサワーのレモン堂というやつですね。あ、四つあるみたいですね。一つが鬼レモンっていうアルコール度数 9% で、レモン果汁が 17% かなり多いですね。そして 7% の塩レモン、これがアルコール度数 7% で、レモン果汁がレモン果汁も 7% ね。うん。で、5%、アルコール度数 5% の定番レモン。これがレモン果汁が 10%。そして、アルコール度数 3% の蜂蜜レモン。これがレモン果汁が 7%。これ 3% これ、うん。ほぼジュースだな、これ。レモン堂。ね。で、アルコール度数が一番高い 9% の、レモン堂の、鬼レモンは、レモン1個 1.5 個分の果汁を使用したガツンとくる味わいのストロング系レモンサワーです。ちょっと怪しいですね。これ甘味料含まれてる可能性はある。だけど、売ってるとこ見たんですけど、全部見たんですけど、多分甘味料入ってなかったと思うね。うん。
で、7% の塩レモンは、より強いお酒を好む方が、向け、塩で味を引き締めました。うん。レモンに塩は、やっぱり、そうですね。うまいですよね。うん。そして、何にせよ、やはり一番、この4種類の中で一番じゃあ、何に力を入れてるかっていうことになるんですよ。うん。ね。これはまさに、いわゆる居酒屋に行って、一杯目ビール。とか、バーで一杯目を、ジントニックとか、にするパターン。うん。もしくはマーティーニとか、あと、なんだっけ。ちょっと忘れたんですけど、ね、なんてやつ。つまり、バーの、バーテンダーのこの実力を、試すっていう意味で、まあ、ジントニックとか、ね。なんだろう。マティーニとかね。結局、あそこら辺はだからもう、本当に忘れた。なんだっけ。まあ、そこまであんまり知らなかったんですけどね。うん。カクテル。ほぼすべてを使うやつね。うん。ベースが確か、ジンですね。うん。ジンの、なんだったっけな。忘れたね。うん。確かジンだったよな。あ、ジンフィズですね。ジンフィズです。これが、だから最近僕も知ったんですけどね。それまで全然知らなかった。うん。作り方が、ジン 45cc に、レモンジュースを 20cc、そして砂糖を 2tsp で、ソーダが適量。ソーダ以外の材料をシェイクしてタンブラーに注いで、氷を加えてソーダで満たし、軽くステアする。だからシェーカーを使いつつ、なおかつ、ステアですよね。うん。で、ビルドですよね。っていう。うん。うん。そういうことです。つまり、ジントニックだった場合、ジン入れて、氷入れて、で、ソーダ入れて、で、まあ出来上がりみたいな感じじゃないですか。今このジンフィズは、シェイクして、で、シェイクしてさらに、そこに、ロングタンブラー、まあタンブラーというかロングタイプなんだけど、タンブラーにそのシェイクしたやつをバーって入れて、で、その後に氷をバーってぶっ込んで、で、ソーダ入れて、で、こう、マドラーで、ステアして、と言ったような、まあ、基本中の基本をすべて、使うという。
ということなんですよ。まあ、マティーニと違って、ステアで作るやつじゃないんですけど、うん、まあ、シェイクで作るやつなんですけど、ステアで作るやつなかなかそんなないですよね。まあ、マティーニぐらいでしょうね。うん。マドロミバーメイドの、っていう、まあ、ドラマがあって、それのまあ、ジンフィズっていう、あれなんですけれども。ブレンド、シェイク、ビルド、混ぜる、ステア。配合、振り、注ぐ、混ぜる。というカクテル作りの基本である4つの動作が全て入っているという。つまり、まあそういうことです。で、結構、砂糖も入れるんで、割かし甘めのタイプなんで、で、飲みやすいですよ。うん。ジンフィズはね。うん。飲みやすい。うん。作り方。ちょっとメモっとこうかな。45ml。ジーンを45のレモンジュースを20。で、シュガーシロップ、2ティースプーン。あ、砂糖でもいいんだけど、砂糖。2ティースプーン。まあ、2ティースプーンってのはこれ小さじ2杯ってことです。ティースプーンが、小さじ1杯なの。で、ソーダが適量。ソーダでフルアップする。まあ、うん。まあ、ね。そういうことでしょ。だから基本ですよね。基本がなってない。だから居酒屋とかでだったら、まず生ビールを飲んだ時に、大体味でわかるんですよね。その回転率、その、店の回転率、そのサーバーを、こう、その生ビールを飲んだ時に、これがうまいかまずいかって大体わかるんですよ。大体まずいところはほぼほぼ、人気がない。から、回転率が悪いので、古いビールになっている。もしくは、ひどいところだと、掃除すらあんまりしてないっていうパターン。そこです。
だから居酒屋でほぼほぼどこでも売ってるのも生ビールなんで、ただバーだと生ビールってあんまないと思うんで、そこなんですよ。だから居酒屋だとまずビール飲んで、まずこの店のビールの味はうまいかまずいかっていうのをまず判断する。まあ俺はね、バーの場合はジントニックもしくはジンフィズもしくはマティーニ、まあ、ジントニックとかも、ね、かなり、メジャーなんで。うん。マティーニも当然メジャーなんだけど、やっぱ作り手によってだいぶ変わってくるんで。で、このレモンサワーの、このレモンドコカ・コーラのやつね、これで一番力を入れてるのはどこなのかっていう話なんです。俺が一応予想するにあたると、やはりこの定番レモン、アルコール度数 5%。 やっぱりチューハイといえば大体アルコール度数 5% 以上で、しかも定番と書いてあるので、もうこれが手抜きだった場合、もうほぼほぼ全て手抜きみたいなもんなんです、うん、これがアルコール度数 5% でレモン果汁が 10% で、お店の定番の美味しさを実現、全てのレモンサワー好きの方にと。これがしっかりしてないと、この定番レモンって定番って書いてあるわけだから、もうぶっちゃけた話、誰でもうまいっていうレベルのものを出さないと、はっきり言って、クソだっていうことになりますね。うん。うん。まあそういうことだ。まあそういう判断材料としては、まあ、うん、ありますよね。まあ、あとやっぱり甘味料が含まれてるかどうかなんだよな。甘味料含まれてるのかどうかって書いてない。書いてないんだよな。あ。あ、なんかツイッターフォローしてあれすると、なんかなるらしいぞ。当たるらしいぞ。キャンペーン投稿。この、投稿リツイートで、応募完了と書いてあります。一応リツイートしとくか。で、これが発売したのが、あ、今日ですね。あ、今日発売したの。昨日売ってたんだけど。昨日売ってたんですけどね。うん。あと、こだわり。これが今時のレモンサワー、お家で楽しめるこだわりの美味しさ、前割りレモン製法、レモンを丸ごとすりおろしてお酒に漬け込む、丸ごとすりおろしたレモンをお酒にあらかじめ漬け込む前割り製法を採用、レモンサワーの、新しい美味しさを、お家で手軽にお楽しみいただけます。その日の気分で自由に選べるように、4種類のこだわりレモンサワーを作りました。レモン堂がいつもの家飲みをちょっと贅沢に変えます。レモン堂ね。あ、書いてありました。10月28日、つまり昨日ですね、に発売。なってますね。うん。
安倍博さん。これ安倍博さんって言うんだよね。これトリックの。安倍博さんですね。が CM やってるみたいですね。ただやっぱりちょっとこの 9% のアルコール度数を鬼レモンってやつがちょっと気になるな。これ甘味料含まれてんちゃうかな。多分1万金かかってるんですよ、これ多分。だってアルコール度数が 9% な上に、レモン果汁が 17% なので、この4つの中で一番レモン果汁が多い。プラス、アルコール度数も高いので、これちょっとあれだな。え？ん？レモン堂が食べログに開店。発売前にレモン堂をお楽しみいただける先行出店もって書いてある。食べログか。いらないな。まあ、でも札幌のあの、本当にあの、クソめえ、なんて言ったっけな。札幌。その札幌じゃねえんだよ。札幌のさ、あのね、あのレモンサワー、恐ろしいほどうまくて、あの、死ぬかと思ったね。死ぬかと思ったね、ちょっと言い過ぎだけど。そう、レモンザリッチ。これは本当に化け物かなと思ったね。しかも、この濃い味ビターレモンがもう、凄まじい、あの、化け物に、あの、化け物ですね、これね。ああ。少なくとも2019年10月の29日現在で、2019年の中でも一番うまいレモンサワーだった。のは間違いないです。はっきり。これを超えてくるか超えてこないか。多分超えられないんじゃないかな。そう簡単にね。だってあれですよ。札幌は、ね、もともとビール中ハイ、ね、腐るほど作ってきてるわけですよ。だがしかしコカ・コーラは、まるで作ってきてないと。あの、ね、中ハイに関して言えばもう、ただの初心者みたいなもんだよ。なあ。勝てねえだろ、さすがに。なあ。さすがに勝てねえと思うぞ。新参者といえど。かなり、あれといえど。かなりの、あの、メジャーなね、会社っていうか、大手だろうがね。やはり。なあ。宝酒造とかのさ、ガチの焼酎のね、会社とかに比べたら、そんなにそう簡単に勝てないと思いますよ、僕は。ああ、まあいいや。この、今が29日。甘みが3。酸味は、そう簡単に勝てると思えないけどな。酸味がまあ、4ぐらいで、塩味は、2? 苦味も割と強いんで、まあ、4ぐらいにして、コクは3ぐらい、風味は3ぐらいで、このカイドは、
買わなくてもいいな。3だな、これ。はい。342433です。ご視聴ありがとうございました。